今回は、心霊ロケ、賃貸の一軒家に引っ越した結果、流れてきた写真、という話を紹介します。ではどうぞ。某局のディレクター、A さんと飲みに行った時の話。私もテレビ関係の仕事をしているので、最近のテレビは?とか、これからのテレビは?とか、そういった話題で盛り上がっていた。私が、最近心霊番組って少ないですよね。というと、A さんは、大変なんだよね、心霊って。と言った。A さんによれば大変と言っても、心霊的な意味ではなく、取れ高の問題らしい。廃墟のあるような場所にロケに行くと数十万、場合によっては数百万の費用がかかる。それなのに何も起きなければ、取れ高がなく大損というわけだ。視聴者提供の心霊映像などは、YouTube などで公開されているものと大差なく、やはりテレビでやるならば、いわゆるオリジンと呼ばれる。その番組で撮った映像がないと、視聴率が上がらないらしい。テレビ業界にお金があった時代は、何度もロケに行ったり、芸能人を連れて行ったりできたが、今ではそんな予算はない。そういうわけで心霊番組は大変だそうだ。俺も撮ったことあるけどね。そう言って A さんはその時の話をしてくれた。A さんが心霊ロケをしたのは10年ほど前、D 県の廃旅館でだった。若い女性従業員が、旅館の主人に首を絞めて殺されたという噂があり、その女性従業員が、悪霊として住み着いているという。ロケ先の廃旅館は、温泉街からは少し離れた山の中に立っていて、壁の一部が崩壊していたり、東屋が山の木々に飲み込まれていたり、いかにもな風景をしていた。意を決してロケ隊が踏み込むと、いかにもな外観に反して中は綺麗で、拍子抜けするほどだった。きちんと店じまいがなされたようで、家財道具に当たるものはほとんどなく、荒らされた形跡もない。カメラを持っている A さんと、その前にドアなどを開ける役目の AD が先頭になって、一部屋ずつ回ったが、特に異常はない。ロケ隊はついに事件の現場だという、3階の奥の部屋までたどり着いたが、やはり特に何も起きない。当時 AD から、やっとディレクターに昇格したばかりだった。A さんは焦った。このままでは、何の取れ高もなくロケが終了してしまう。何としてでも面白い絵を持ち帰らなければ。A さんは新人ディレクターだったため、指導役としてベテランディレクターの B さんも、このロケ隊に加わっていた。A さんは AD 時代、B さんにかなりしごかれていたので、後で取れ高がないことを、叱られるのではないかと思うと、怖くて仕方なかった。当時まだパワハラが当たり前だったテレビ業界で、A さんはノイローゼ気味だったのかもしれない。とにかく何か起こさなければと思い、神棚の上に置いてあった壺を床に叩きつけた。中にはおみきがたっぷり入っていて、近くに立っていた AD の足にかかった。割れた壺をさらに踏みつぶして粉々にし、塩のもられた皿も同じように割った。しめ縄も引きちぎって床に捨てた。それでも何も起きない。次は何をしたら、何か起きそうだろうと考えていると、B さんが止めに入った。もういい、もうやめよう。出ない時は出ないから、帰ろう。B さんがそう言うなら、ということで撮影機材を片付け、壊した神棚や陶器の破片は、一応集めて部屋の隅に置いた。ロケから帰って撮れた映像を見ても、やはり何も映っておらず、映像の中で一番怖いのは、狂ったように神棚を破壊する A さんだったという。じゃあ何もいなかったんですね。私がそう聞くと、A さんは、いやー、と言いながら、タートルネックの襟を引っ張ってみせた。A さんの首には手形のように赤い跡がついている。左手の跡と右手の跡の間は、3センチほど隙間があった。最初は小さなシミだったけど、だんだん広がって、もうすぐ一周しそうだろ。手形はちょうど、女性の手と同じくらいの大きさだった。背筋が凍るような思いがした。廃墟というのは、荒れていて泥棒が入ったりするものだ。話に聞いた廃墟は綺麗すぎるような気がした。人の足にかかるほどたっぷり入っていたおみきは、誰が入れたものなのだろう。手形が一周したら、A さんはどうなってしまうのだろう。うぜえなぁ、襟のある服しか着れねえ。そういえば A さんは夏でも襟のある、首の隠れる服を着ている。A さんは怖がるというよりは、悔しがるような顔をした。15年もかけやがって、あの場で、てくれなきゃ、取れ高にならねえよ。私にはもう、呪いより A さんが怖かった。子供が生まれるのを機に、狭いアパートから知り合いのつてで、賃貸だが一軒家を貸してもらって住むことになった。将来、子供が成長した時の予行練習にはありがたい話で、少し築年数は言ってるが、水回りはリフォームされていて、暮らすには不便はない。家賃に関しても、そこらのマンションを借りるよりかははるかに安く、貯金もできてまさに至れり尽くせりだった。将来はこんな感じのマイホームがいいな。
にほどきをしながら新生活に浮き足立っていると、赤ん坊を抱いてゆりかごのように揺らしている、妻が笑っているのを見て、俺は、これが幸せか。なんて、臭いことを思ってた。新生活が始まって一週間もしない頃だった。ある日、仕事から帰宅すると、妻が赤ちゃんを抱きかかえたまま、リビングのソファに、微動だにせずに座り込んでいたのを見て、ぎょっとした。電気がついてなかったから、どうしたんだろうとは思っていたが、転倒と同時に、そんな光景が飛び込んでくるものだから、心臓が飛び出るかと思った。どうした？もしかして体調が悪いのかと思い、カバンを放り投げて駆け寄れば、妻は今俺の存在に気がついたのか。あ、帰ってたの？とうつろな目で見上げてきた。何があった？顔色悪いよ。妻の背中をさすり、すやすやと眠る赤ん坊の顔を見下ろす。まさか育児疲れか？しかし、今仕事を休むわけには。そんな言い訳が脳内をよぎったが、妻は、ああ、ご飯作るね。と赤ん坊を俺に預けて立ち上がり、ふらふらとキッチンに歩いて行った。俺が作るよ、妻子、妻、は休んでていいから、ね。俺がそう迫ると、妻は、じゃあ、身の回りのことやるね。と食器とか道具を用意してくれた。ただ、やっぱり妻の顔色が悪くて、料理中も気が気じゃなかった。その晩、2階の寝室で家族3人並んで寝ていると、妙に寝つきが悪く深夜に起きてしまった。ちなみに赤ん坊は、ベッド脇にベビーベッドが置いてあるので、そこで寝かしつけている。それで、水を飲もうとベッドから起きると、隣に妻がいないことに気がついた。あれ？妻子？なんとなく名前を呼ぶと、どこからか。おっとくん、俺？と妻のか細い声が聞こえたので、ドキッとしながら部屋を見渡した。すると、クローゼットの反対側の部屋の隅に、妻が体育座りする形で丸くなっているのを見て、ホラー映画かと思った。何してんの、そんなとこで。ちょっと、怖い夢を見て。妻はそう言った後、ブツブツと何かをつぶやいたまま顔を伏せた。まるで意味がわからなかったが、やはりこれが、育児疲れによる症状なのかもしれないと思い、俺は、水持ってくる、と慌てて部屋を出た。うちの赤ん坊はそんなに夜泣きもしないから、寝不足ではないと思うが、俺が日中仕事をしている間は、手がかかることがあるのかもしれない。上司に無理言って育児休暇を取るか、時々有給が使えないか頼み込んでみよう。コップを持って部屋に戻ると、妻はベッドに横になってた。妻子？さっきとは打って変わって、すやすやと深い眠りについていたので、起こすのはかわいそうだと思い、水は結局俺が飲んだ。そのせいか数時間後にまた目が覚めて、トイレに起きたが、その時も妻は眠っていたので、少し安心した。翌朝、俺は妻に休みが取れないか上司に相談してみる、と伝えると、妻は、え？なんで？と不思議そうな顔を向けた。いや、妻子も疲れてるだろ？さすがに、まとまった休みは取れないかもしれないけど、たまには俺が育児やるよ。その間はリフレッシュしてほしいから。俺がそう言えば、妻は、別に大変じゃないけど、まあ、夫くんがそうしてくれるなら、ありがたく休ませてもらおうかな。と楽しそうにキッチンに立ってたので、やっぱり休養が必要だったんだと、俺はしみじみ痛感した。その日の晩、俺はなんとか休日前に1日だけ、有給が取れることになったので、金曜土曜の2日間、妻に休暇を楽しんでくるように伝えた。妻は、ん？何しようかな？と嬉しそうに悩んでいたが、俺の方も育児を学ぶのに忙しくて、妻にいろいろやることを教わっていた。そして、休日の2日前、水曜日だったか、妻が突然2階から駆け降りてきた。それはもう、と音を立てるもんだから、階段を踏み外したのかと思って、俺も廊下に飛び出した。すると妻が俺の懐に、半ばタックルするように飛び込んできたから、ブフ、と変な息が出た。だが、妻は、2階に誰かいるかも、と涙目で階段を指さすので、俺は瞬時に真面目モードに入り、丸めた新聞紙を片手に2階へ駆け上がった。今にして思えば、新聞紙で侵入者に対抗しようとした俺は、どうかしてた。それで2階に上がって、寝室の扉が開きっぱなしなのを見て、妻が言ってたのはあの部屋だなと思い、誰だてめえ、と声を荒げて踏み込んだ。しかし、わずか8畳の寝室には、夫婦のベッドとベビーベッドくらいしか、大きな家具が置いてないから、見渡せば人がいるかどうかくらい、すぐにわかる。もちろん、寝室には誰もいなかった。念のため、しっかり施錠されてた窓を開けてベランダに出て、庭や家の周囲を覗き込んだが、人が潜んでいる様子も気配もない。それで部屋に戻った際に、ふとクローゼットに違和感を覚えたので、俺は、まさか、と小さくつぶやき、じりじりとクローゼットに詰め寄った。観音開きというのか、内側に引き寄せて折りたたむタイプの扉を開けて、新聞紙を振り上げる。
だが、クローゼットの中には誰もいなかったので、俺は、ふぅ、と一呼吸置いて自分を落ち着かせた。しかし、リビングに戻るなり、誰もいなかったよ、と報告すれば、そこには壁に向かってブツブツ何かを唱えている、妻の姿があった。マジで一瞬怖かったが、すぐに気を持ち直して妻の肩を揺すった。おい、妻子？おい。あ、夫くん。妻ははっと目が覚めたようなとぼけた顔で、俺に向き直った。そういえば、こんなことが前にもあったなと思い返すと、いよいよ妻が育児疲れで病んでいるのでは、と疑い始めた。しかし、こういうのは面と向かって言っていいものか、わからなかった俺は、リフレッシュすればマシになるだろうと、安易なことを考えていた。だが、翌日の木曜日の夜、妻がとうとうおかしくなったっぽい。俺が帰宅すると、この日も電気がついてなかった。またか、と、経験則からそう思った俺は、妻と赤ん坊は大丈夫だろうかと、玄関で靴を脱ぎ捨てカバンを放って家に上がり、妻子、と声をかけながらリビングに入る。今回はリビングがもぬけの殻だった。二人ともどこに行ったのかと考えていれば、どうやら2階から妻の声が聞こえることに気づき、俺は足早に2階に上がった。2階も当然のように真っ暗だったが、わずかな月明かりに嫁も慣れて、寝室が半開きになっていると分かった。そこから妻の声も聞こえたので、まさかまた何もない空間に向かって、ブツブツ言ってるのだろうかと。心配は絶えなかったが、意を決して寝室へ踏み込んでみることにした。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。そこにはこの前のように、部屋の隅で丸くうずくまっている妻がしきりに、何かに謝罪を繰り返していた。その光景を見て、さすがに妻の精神状態がやばいものだと思い知った。念のためベビーベッドを覗き込めば、すやすやと眠っている赤ん坊がいたので、こっちはこっちで無事が確認できて安堵した。だが、問題は妻の方だ。俺は妻の前にしゃがみ込んで、俺だ。わかる？帰ったよ。と両肩をなるべく優しく掴んで、目を合わせて伝えた。妻はしばらく、ごめんなさいごめんなさい。と繰り返していたが、すぐに目の焦点が合うと、途端に柔らかい表情を取り戻して、あ、夫くん、帰ってたんだ。ととぼけたことを言い出した。これはいよいよ、病院に行かせた方がいいと思った時だった。クローゼットの方から物音がしたのだ。不意に以前、妻が寝室に誰かいると、パニックになってたことが思い起こされた。まさか本当に侵入者がいて、そいつが妻をこんなにしたのか？と頭のどこかで不安がよぎった。俺は妻に、じっとしてて、と言い放つと、立ち上がってクローゼットに近寄る。身の回りに武器になりそうなものがなかったので、ベッドの枕を縦代わりに拾って、クローゼットの扉を開けた。だが、今回もそこには誰もいなかった。今の物音はここからじゃなかったのか？聴覚が衰えたのかと思いながら、部屋の電気をつけてみると、クローゼットの中の床に、おもちゃが転がっていることに気がついた。手に取ってみると、デフォルメされた可愛い感じの猫型のラトルだった。赤ちゃんが振ると音が鳴る、あのおもちゃだ。そういえば、妻が妊娠した時に、こんなものを買ったことを思い出した。妻には気が早すぎだと笑われたが、こんなところにしまっていたのか。でもなんでこんなものが、裸で置いてあるのだろうか。にほどきした時は目にしなかったが、妻が置いたのだろうか。それに今の物音はこれが落ちた音なのか。考えれば考えるほど不思議だったが、振り返って妻の方を見れば、いつの間にか妻はそこにいなかった。妻子？慌てて2階から飛び出して名前を呼ぶと、リビングの方から、何？と妻のいつもの調子の声が聞こえてきた。いつの間にリビングに降りたのだろう。なんだか考えれば考えるほどに、ドツボにはまりそうだった俺は、赤ん坊を抱きかかえてリビングに降りることにした。それからは妻もいつもの調子に戻っていて、明日の休みは実家に戻り、地元の友達と食事でもする計画だと、ウキウキした顔で俺に話してくれたので、俺も、楽しんできなよ、と言っておいた。これで休暇明けに、妻がまたおかしくなってたら、無理やりにでも病院に連れて行こう。そう考えてた。金曜日、妻は俺と赤ん坊の朝ごはんを用意してくれた後、家を出た。これから2日間、俺と赤ん坊の二人生活が始まるのだが、家事に追われていると、赤ん坊に目が行き届かないこともあり、育児中の主婦の大変さを痛感する。それでもうちの赤ん坊は、ほとんど泣き出さないので、手がかからず助かっているが、夜泣きが激しいところは、この数倍は大変なのかと思ったら、我が子に感謝したくなった。昼時、赤ん坊をベビーベッドに寝かしつけている間、一階で掃除機をかけてる時のことだった。一区切りして掃除機のゴミをまとめていたところ、二階から赤ちゃんの泣き声がかすかに聞こえたので、あ、珍しく泣き出した、と、駆け足で二階へ向かう。
我が子ながらおとなしいとは思っていたが、こうして日中はしっかり泣いてるんだなとわかれば、大変ながらも嬉しく思えた。そして、寝室を覗いた俺は、違和感に襲われる。泣き声が聞こえないのだ。確かにさっき、赤ちゃんの泣き声が、2階から聞こえたと思ったのだが、ベビーベッドを覗き込んでも、天使のような寝顔を浮かべてる我が子の姿しかない。うっかり凛花の赤ちゃんの声と、聞き間違えたかなとは思ったが、そもそも凛花に赤ちゃんがいるなんて話は、聞いたことがない。挨拶に回った時も、幼児はいても赤ちゃんのいる家庭は、なかったと記憶している。もしかしたらこれが幻聴なのかもしれない。よくゲームとかに熱中していると、眠る際に脳内で、その BGM が繰り返されることがあるが、赤ちゃんの泣き声も毎日聞いていると、こうやって幻聴として聞こえることがあると聞く。すなわち、ストレスのせいかもしれない。俺も仕事と育児で、それなりに疲労が溜まっているのだろうか。まあ、国は思っていなくても、体が疲れているなんてことはよくある話だ。俺は我が子のプニプニしたほっぺをツンツンした後、家事の仕事に戻ることにした。夕刻、家事を終えた俺は赤ちゃんをリビングに移して、夕飯の準備をしていた。そういえば風呂とかどうすればいいんだろ、なんて些細な問題を疑問しながら、適当に自分のご飯を作ってたら、また赤ちゃんが泣き出した。それですぐに赤ちゃんの元に駆け寄ったんだが、今回も幻聴だったらしく、赤ちゃんは無邪気な目で、俺のことを不思議そうに眺めていた。どう見ても今さっきまで泣いていた顔つきじゃない。また幻聴か。俺はため息をつきながらも、赤ちゃんを抱きかかえて、ゆりかごのように揺らしてやると、赤ちゃんのキャッキャとはしゃぐ姿に癒された。お前は本当に手がかからないな。たまには泣いてもいいんだぞ。どうせ伝わらないだろうが、赤ん坊は泣くのも仕事だ。しばらく赤ちゃんと遊んでいると、さすがに俺も眠たくなったので、1階にも置いてるベビーベッドに、赤ちゃんを寝かしつけて少し仮眠を取ることにした。作ったご飯は、一旦ラップにくるんで起きたら食べよう。赤ちゃんが寂しくないように、暗くなる前に電気もテレビもつけておいて、俺は赤ちゃんの横のソファに座って、うとうとし始めた。あちゃちゃちゃ、すると、俺が眠って何分経過したのか、不意に赤子の楽しそうな声が聞こえてきた。我が子が随分と楽しそうに泣いていると思い、俺は背伸びと共に目を覚ました。そして、隣のベッドを見ると、そこには眠っている我が子がいた。あれ？今の声は夢だったのだろうか。それにしては随分と耳に残っているが、それにリビングが暗い。テレビはついているが、なぜか照明が消されていた。すぐに電気をつけたが、いつの間に電気を消したのだろうか。あちゃちゃちゃ、すると廊下の奥、おそらく2階から赤子の声が聞こえてきた。俺はとっさにリビングのベビーベッドに振り返り、自分の赤ちゃんがすやすや寝ている姿を確認した。こんなに眠っている赤ちゃんが、泣き声を上げられるはずがない。では、今の泣き声は誰がどこから？そう思っていると、再び2階からその泣き声が聞こえたのだ。2階に誰かがいる。同時に、妻が2階に誰かがいると騒いでた光景が想起された。本当に2階に誰かがいるのかもしれない。いつ、どこで、どうやって忍び込んだのか。もしかしてこうやって赤子の泣き声を流して、妻に恐怖心を与えていたのか。だとすれば許せないいたずらだ。俺は恐怖心より、妻の精神を犯した犯人への怒りで満ちていた。何か武器はないか。包丁、はさすがにやりすぎか。あるいは相手に奪われた場合に、俺自身が子、されかねない。そこで面を伸ばすのに使う棒が目についたので、警棒感覚で手に取った。こんなのでも当たればそこそこ痛いだろうし、何もないよりはマシだ。そして、俺は2階へ上がった。なぜか半開きの寝室、閉めたはずだが、そっと中を覗き込めば、窓辺から夜光が差してうっすらと中を確認できる。しかし、パッと見渡す感じでは人の姿がない。キャッキャキャッキャ。だが、随分と楽しそうな赤子の声が聞こえているのは、確かだった。というよりこれはもしかしたら、録音したものを流しているのでは？と俺は思った。誰かが遠隔で音声を流しているか、もしくは、記録媒体が何らかの不良を起こして鳴っている？そんな可能性を考慮したのだが、どうにもそんなものを買った覚えもなく、結局中に突入するしかないと思い、ゆっくりと寝室に入った。当然のごとく、誰もいない。電気をつけてベランダも確かめてみたが、誰もいなかった。それでしばらく耳を澄ませていれば、とやはりどこからか赤子の声が聞こえた。テレビなんかで、猫の赤ちゃんが、壁の中にいたりするケースもあったが、この家に、そんな外から入り込めるような隙間なんて、ないだろう。マジでどっから聞こえるんだ？なんてうなるように考えていると、ふとクローゼットが視界に入った。あのクローゼットから声が聞こえている。よく聞けば、わずかにこもったような声色だった。俺の聴力が嘘をついていないのであれば、
赤子の泣き声はクローゼットから発せられている。その瞬間、妙な寒気を覚えたのだが、一家の主としては確かめないわけにはいかない。俺は、腰が引けていながらも、恐る恐るクローゼットを開いてみた。衣装ケースや上着類が並んだクローゼット。真ん中に仕切りがあって上下に分かれているが、どこを見ても声の発信元は見当たらなかった。しかし、足元には前に一度見た猫型のラトルが落ちている。確か前に見つけた際に、ケースの中に戻したつもりだったが、妻が出したのだろうか。そう思って、身をかがめてラトルを拾い上げようとした時だった。クローゼットの下段、物と物の影に、頭が上下にひっくり返った赤ちゃんが、こっちを見ていた。頭が逆さまでも、口が大きく歪んで笑顔だということは理解できた。そして、その赤ちゃんは、キャッキャと笑いながら、俺に向かって前進してきたのだ。俺は、うわぁととっさに体を上げて身を引いた。その際、頭頂部をクローゼットの仕切りにぶつけて、と音が鳴ったが、そのままよたよたと後ずされば、ベッドに足を取られて転げてしまう。それでも痛みなんかはなくて、それよりもクローゼットの荷物の奥から、這い出してくる赤ちゃんの姿に恐怖して、もがくように床を張って、寝室を飛び出した。あれはなんだ？おもちゃか？やけに生々しいが、半ばパニック状態だったが、それでもリビングの我が子が心配で、リビングに駆け込んですぐにドアを閉めた。ベビーベッドを覗き込むと、我が子は目を輝かせて楽しそうに笑っていた。お父さんは今さっき死ぬかと思ったんだよ、なんて苦笑しながら我が子の頭を撫でて、横のソファに深く座り込んだ。クローゼットの中にいた、あの赤ちゃんは何だったんだ。あれは生きた赤ちゃんだったのだろうか。まだ2階にいるのだろうか。警察に通報するべきだろうか。妻は俺が仕事をしている間、あの赤ちゃんに何かされたのだろうか。俺は頭の整理が追いつかずに、一晩中ソファに座り込んで頭を抱えていた。もちろん、赤ん坊のご飯や身の回りのことはしたが、無心というか、放心状態でそつなくこなしていたような感じだった。ちなみに、一度勇気を振り絞って寝室を確認してみたんだが、その時にはあの赤ちゃんの姿はなかった。なかったのだが、この二日は謎の泣き声に随分と悩まされた。日曜日、妻が帰ってくると、俺は精神的に参っていたのが、一気に解放された気分だった。妻はただいまと同時に、何かやつれてない？と苦笑してたが、俺は本当に自分でもやつれたと自覚しているほど、疲れていた。クローゼットの中で赤ちゃんを見た晩から、2階は厳重に封印している。寝室の前に、一人用のソファを置いて隔てているだけなんだが、それでも昨晩なんかは、ずっと赤ちゃんの泣き声が聞こえていたので、寝つけなかった。そんなことを惜しげもなく妻に話すと、妻は、やっぱり私の気のせいじゃなかったんだ。と表情を歪めていた。なんでも、妻も育児中、日増しに赤ん坊の泣き声が聞こえるようになると、我が子に変化がないことから、おかしいとは思ってたらしいのだが、だんだんと泣き声の頻度が増えていくと、今度は赤ちゃんの幻覚が見えたりしたそうだ。中でも我が子を抱いていると思ったら、違う赤ちゃんを抱いてて困惑したこともあったらしく、夢の中で、ママと抱きつかれたのが怖くて、眠れない夜もあったとか。それを俺に隠してたのは妻自身も、自分が育児のイローゼでおかしくなってると、勘違いしてたのもあるそうだが、一番は新生活が始まったばかりなのに、俺に迷惑をかけたくなかったそうだ。俺としては話して欲しかったところだが、実際にあの赤ちゃんを見ていなければ、育児のイローゼと疑っても仕方がないと思い、俺は妻に謝った。そして、俺はこの一軒家を紹介してくれた知り合いに、コンタクトを取ることにした。この怪奇現象の詳細を包み隠さず話して、ここが事故物件ではないかと、聞き出そうとしたのだが、その知り合いは、え？事故物件じゃないよ。そもそもそこに住んでた夫婦は、転勤で引っ越しただけだし、と淡々と返してきた。じゃあなんで赤ちゃんの幽霊が出るんだ、と問い詰めれば、その知り合いは、いや、俺に言われても、てか幽霊って、とわかりやすく困惑していた。まあ、俺も突然、紹介した家に幽霊が出たからどうにかしろ、なんてクレームが来たらどうしようもないのだが。とりあえずお払い、とかしてもらうとか。お払いか。普段、幽霊の存在は信じない俺だったが、さすがにこんな体験をしてしまうと、素直にお寺でお払いをしてもらうことに決めた。妻に説明すれば、妻も、それで収まるなら、と信じているのかいないのか、どっちつかずの表情でうなずいてくれた。そして、2階を封印してから次の休日に、俺たちは予約したお寺に向かった。これまでの体験談を住職に話せば、住職は、ふむふむ、なんて小難しい顔を浮かべてうなずいていたが、本当にこの住職で大丈夫なのだろうかと、俺は心配になってきた。それで、住職は、
お祓いというよりは供養してあげた方がいい。と言い出した。え？とまの抜けた返事をした俺に、住職は、多分その赤ちゃんは、あなたたち家族が幸せそうだったから、やってきたんでしょう。と少し悲しそうに話してくれた。これは後で知り合いに確認して、わかったことなんだが、あの一軒家にもともと住んでた夫婦は、流産したことがあるそうだ。今では新しくできた子供と、三人家族で暮らしているらしいのだが、住職曰く、その流産した水子の霊が、あの一軒家に取り残されている状態とのこと。特に害のない霊らしいが、たまたま俺たちのような新生児を迎えた家族が、引っ越してきたことが、その水子の霊を、呼び覚ますきっかけとなった。つまり、あの赤ちゃんの霊は、家族の輪に入りたくて、俺たちの前に姿を現したのではと言われた。そう言われれば、いつも楽しそうに泣いていたことを俺は思い出す。妻に聞いても、いつもキャッキャと楽しそうだったと言っていた。昼食にラトルのことを話せば、こういった身近なものがより白となって、水子が集まりやすいとも言われた。あの赤ちゃんは俺たち家族と遊びたかったのだ。そう思うと唐突に、俺たちが悪いことをしているのではと思ったのだが、昼食は、供養してあげるのが生きている者の務めです。と諭してくれたので、俺たちは正式に住職に供養をお願いした。その時に、住職に説明するために封印した2階から、わざわざ持ってきたラトルも手渡した。住職は、お預かりします。とラトルを引き取ってくれた。そして供養をしてもらっていこう。あのクローゼットから聞こえていた、赤ちゃんの泣き声は来たりと止んだ。今でもクローゼットを開くたびに、当時の出来事が想起されて少し怖いのだが、その反面で切ない気持ちにもなる。だが、この体験のおかげで、俺は妻も我が子もしっかり守っていきたいと、改めて思えるようになったので、悪いことばかりじゃないと思っている。あの赤ちゃんも、しっかりと成仏できていることを願うばかりだ。これは私が怪談仲間である王から聞いた話だ。私が無類の怪談好きで、文章を書くために、日々怪談を書き集めてることを王は知ると、中学の頃に一緒のクラスだった女子の、H さんという方の話をしてきた。中学2年の頃、王の母校には、夏休みに自然教室という行事があった。ある地方へ、自然を学ぶという名目で数日間拘束され、主なイベントとしては川遊びやバーベキュー、キャンプファイヤーなど、言ってみれば林間学校のような行事だったそうだ。それは自由時間の時のことだ。バーベキューの施設のそばに川があった。川底は浅く、非常に流れは緩やかで、みんなで水遊びするには絶好の場所だ。バーベキュー班が一緒だった王と H さんも、他のメンバーと共に水遊びをしていると、川から一枚の写真が流れてきた。上流からだろうか？いち早く写真に気づいたのは王であったが、手に取ったのは H さんだった。手に取った写真をみんなで見ると、当然ながら全く知りもしない、アップの中年女性が写っていた。喪服のような服装で、背景は真っ白で何もない壁しか見えない。中年女性が胸元に紙のようなものを掲げており、何か文字が記されている。一斉にその文字に目をやった。その瞬間みんなの空気は一気に凍りつく。この写真を拾った奴は首を、って死にます。このような文字が記されている。H さんは悲鳴を上げながら、その薄気味悪い写真を投げ捨てた。写真はそのまま、川の流れに沿って下流へ向かったそうだ。王はとんでもないものを見つけてしまったと思い、彼女に対し申し訳ない気持ちになった。その後はみんな口数が少なくなり、メインのキャンプファイヤーも、散々なものとなったそうだ。しばらくはあの写真のことが気にはなったが、特に何も起こらず、時が経つにつれあの出来事についても忘れた。拾った H さん本人も変わりなく過ごしていた。そして中学校卒業と同時に顔を合わさなくなった。けれども女子自体とは、それ以降もやりとりはあったそうで。社会人になった後も、H さんの元気な近況などは聞いていたそうだ。しかし2年ほど前にある一報があった。それは学生時代の同級生からだった。久しぶりの連絡に思わず興奮したが、同級生の言葉にその興奮もすぐ冷めた。それは、H が自殺した？という言葉だった。理由を詳しく聞くと、社会人になってから鬱に悩まされ、休職していたとの話だった。王はその瞬間忘れていた記憶が鮮明に蘇ったが、あの写真は偶然で関係なかったのだろうと、自分に言い聞かせた。しかし次の同級生の言葉に、全てをねじ曲げられることになる。同級生の話では、自室で首を、っていたところを、家族が見つけたがすでに手遅れだったそうだ。そして全てを終え、彼女の遺品を整理していると、机の中から写真が一枚だけ入っていた。それは古く色褪せ、中年女性が喪服姿で髪を掲げている写真だった。その持ってる髪には、
この写真を拾った奴は首を、って死にました、と書かれていた。聞いた話では大が見た文字と明らかに違う。同じ写真なのか？それとも別の写真なのか？しかし同じであろうとなかろうと、なぜ H さんが持っているのか？大には結局最後までわからなかった。しかし大は未だに自責の念に駆られている。あの時、自分が川で写真を見つけなければ、H さんは自殺しなかったのではと、そううつろな目で私に話した。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。